なんと皆さんに言わなきゃいけないことがあります。 L サイズダッフィーナンパされました。すいません皆さん、可愛い女性、可愛い女性組3人組にナンパされちゃいました。ごめんなさい。まあね、誰がナンパされたかっていうと、あのダッフィーがナンパされたんですけどダッフィーがナンパ、陽キャ、本当に陽キャ。もう髪の毛バチバチに色染まってるし、メイクもバチバチに綺麗だし、顔面もバチバチに可愛い、あの3人組があの写真を撮りに来て、そのスポットにね、写真を撮りに来て、僕がね、そのダッフィーを写真撮ってたわけですよ。並べてね、撮ってたらお姉さんたちが、え、めっちゃ可愛いみたいな、やばみたいな感じで入ってきたわけで、僕は全然あのよかったらじゃあ一緒にダッフィー君と撮りますかって言って、で、あのなんかダッフィー君とその女性の3人組でお写真を撮ってもらったという感じですね。うん、羨ましかったです。でもなんか、お兄さん一人で来てるんですかって言われて、おおまあ一人で来ないとこういうのお迎えできないですからねーって強がっといた。うん、一人で来ないとこういうのやっぱなかなかね邪魔になっちゃうんで、そうね。でもなんかやっぱすごいストレートにものをさ伝えてくれるからすごい嬉しい。なんかあのなんだろう、やっぱでもお兄さんの方が絶対私たちより多分ディズニーシー楽しんでると思う、一人だけどみたいな話をされて、そうっす。でも全然あの人によって楽しみ方とか違うんでね、やっぱりねーみたいな、じゃあさよならいやーダッフィーなりてー、もうモテモテすぎ本当に。な、知ってる、みんな130センチぐらいあるんだよ L サイズって。で、なんだろうな、ダッフィーをお迎えしてから全キャストさんに声かけられる、もう全キャストさんにあのダッフィー行ってらっしゃいって言われる。もうあの僕見えてないんかなって、僕は透明人間になったのかもしれないなって思ってましたね。よろしく。というわけで本日お越しいただきありがとうございました。